またこう傷がついちゃいまして、ガリ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 って、これをこのチッピングスプレーを使ってこうやって全体塗るんじゃなくて、刷毛塗りで傷がついたところだけを一度補修してみたいと思います。まずはここにちょっと取り出して、おお、刷毛塗りですよね。そういう人が結構いるんですよね。サクッとやっていいんだよね。どうかな。まあわかりませんよね。この辺は随分綺麗に、綺麗でもないか。今パーツクリーナーで乾く前に全体に拭いてやりました。拭くっていうのは雑巾で拭いてやりました。こうでブラック&ブライトですね。ちょっとこれをつけてみます。入れた不織布お願いします。ここが一番ひどいんですよね。ここが以外は、まあ、こういう風に見ると分かりますけど、まあ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 、ああいいかな。やっぱ気になるかな。気になるよな。1メートルぐらい離れるとこんな感じです。勝った視線だとこれぐらい、汚れに見えないこともないけど傷に見えますよね。とりあえずいくらか聞いてみようかな、このパーツ。